はあ、きれい、すごい、ちゃんと密着する。やっぱスックすげえな。光かぐれ、ん、光ぐれ。皆さんこんにちは。そしてはじめまして、メイクアップアーティストの千恵日高です。今日の動画はこちら。はい、こちらはですね、待望の、自分でね購入したスックのアイシャドウパレットと、あとね、ドラッグストアで売っていたキャンメイクのライナーとか、オペラのティントリップと、これはね PR でいただいたエトボスのねクッションファンデーション、今までなかったからね、すごく気になってる方もいらっしゃるんじゃないかなと思うので、こちらを使ってこのモノトーンルックなんだけども、めちゃくちゃ可愛い、ピンクにもブラウンにも寄りすぎないようなこのルック作ってみました。気になる方はこのままご覧ください。どうぞ。はい、それでは始めていきたいと思います。まずはねファンデーションなんだけども、こちらをねエトボスさんに送っていただきました。エトボスのミネラルグロースキンクッションナチュラル SPF32 の PA3+ のクッションファンデーションです。エトボスってクッションファンデーションなかったよね。そう、初めてのクッションファンデーションみたいですね。中身は至って普通のクッションファンデーションっていう感じですね。すごくね、あ、肌当たりがいいね、クッションなので、これは2月の17日に発売されるクッションみたいです。スキンケア効果が高くてツヤを重視したクッションなんだけれども、ちょっとね実際につけていきますね。乾燥小じわを目立ちにくくしてくれて、なんかこう美容オイルみたいに角層に潤いを与えて、みずみずしく健やかなツヤ肌を演出してくれるっていうことなんです。で、これ実際にねちょっと何回か使ってみてるんだけど、いくね。感想としてはですね、私はあまり好きじゃなかった。崩れやすい。やっぱりツヤクッションファンデーションで、ツヤ系のファンデーションってさ、どうしても崩れやすかったりするじゃない。なんかまさにそんな感じで、全3色発売されるみたいなんだけど、私のカラーこれ何番なんだろう、こっからはわからないんだけど、あ、 PKJ1 ってやつかな。なんかすごく白いです。で、ちょっとこれ全顔に塗っていくね。ね、こんな風につけてってもなんか永遠にね綺麗にねならないので、特にぎゅうぎゅうに押してるわけでもなくて、普通のクッションファンデの感じでポンって押してやってるんだけど、多分なんかつきすぎるのかな、わかんないんだけど、永遠にね綺麗にすることが難しいのね。だから私はね、こういう、これはロージーローザのスポンジなんだけど、で余分なファンデーションをちょっとね取るような感じにして仕上げてます。でツヤ感っていう意味ではあるのかなっていうふうに思うし、もちろんね含まれている美容成分とかもいいんじゃないかなとは思う。目に見えないものなんだけど、なんだけどやっぱりその仕上げるまでのその時間がすごくかかるっていうので、なんかちょっとユーザーフレンドリーじゃないフォーミュラなのか、ここの問題なのか、ちょっと最近のクッションファンデーションの中では一番なんか仕上げるのに時間がかかったなっていうイメージと、保湿感はねすごくあるんだよね。なんだけどやっぱりそれに伴ってこの上に何か対策をしてあげないと崩れやすいっていうのが、ちょっとね自分はね気になるポイントかなと思います。なんだけどやっぱりエトボスは結構ね自然派コスメっていうのでこだわっているので、そういうのをエトボスファンの方もねたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うし、私もねエトボスの商品好きなんだけど、そういう方にはいいのかなっていうクッションファンデーションですね。はい、仕上がりはこんな感じね。ちょっとね時間がかかるっていうのと、私のね塗布の仕方が悪いのかな、わかんないんだけど、でもクッションファンデーションって説明いらずで結構パパパパって仕上げられるっていうのがユーザーフレンドリーで人気っていう理由だと思うので、ちょっとねどうなんだろうなっていう感じはありますね。はい、こんな感じ。
そしたらパウダーつけていきます。これもね、エトボスさんからいただきました。ミネラル UV パウダーのペールラベンダーっていうカラーですね。SPF50 の PA4 プラス入っているものなので、日焼け対策にはね嬉しい商品なんじゃないかなと思います。こんな感じでラベンダーカラーしてます。すごいね綺麗なの。私はちょっとブラシでつけていこうかなと思います。はい、今半眼こっちラベンダーのパウダーつけてみたんだけれども、どうかな、実際に効果わかるかな。でそこまで大差っていうのはないかもしれないけど、やっぱりねちょっと透明感が出るような仕上がりになるので、透明感出したいよっていう方にはおすすめかなと思います。何よりね SPF が 50PA4 プラス入ってるっていうのは、これからの季節もまあ年中ねありがたいかなと思います。エトボスの UV パウダーシリーズ私は好きなので、引き続き使いたいなっていう感じです。はい、そしたらねアイメイクしていこうと思います。アイメイクはこちらです。スックのアイシャドウパレットがリニューアルして戻ってきました。スックのシグニチャーカラーアイズの、私がね購入してみたのは02番03番04番です。開けていく。で、スクのアイシャドウパレットは私に2個かな ?2 個しか持ってないんだけれども、高いけど品質がめちゃくちゃいいからお気に入りだったのね。で、今回リニューアルされるって聞いてて、すごく気になってて、カラー展開を見たらこれは買わずにはいられないっていう風に思って、こちらのね、3色を購入してみました。左から02番。陽光色、真ん中が03番の光かぐれ、こっち右側が、04番の墨なでしこっていう、なんかスックっぽいなっていうような名前がついているアイシャドウパレットです。では今日は一個一個ね使ってメイクしていこうかなと思います。はい、それでは早速このマットのカラーをアイブロウブラシにとって眉毛をね仕上げていってみます。今回購入したこの02番、03番、04番はベーシックな感じなので、パレットに含まれているこのマットなカラーをアイメイクに合わせて使ってあげると、一個一個のねルックの違いが分かりやすいかなと思って、今日はこちらで眉毛を仕上げていきます。こんな感じ、結構ねしっかりした色味に仕上がるかなっていう感じでね。そしたら一回このハイライトパールカラーで目元全体を明るくします。そしたらこのカラーをブラシにとってアイホール全体につけていきます。綺麗だよ。もうねオレンジブラウンっていう感じですね。今ちょっと分かりやすいようにこういったねちょっと潰れたようなブレンディングブラシで濃いめにね発色するようにつけてってるんだけど、もうちょっとね淡い感じに仕上げても可愛いと思うし、これぐらいのね発色でのせてあげてもすごく可愛いと思います。押し引きができる絶妙な質感だね。さすが。そしたら同じカラーをブラシにとって下まぶたにもつけていきます。はあ、綺麗。発色とパウダーがね密着力がいいアイシャドウの特徴として、下まぶたのメイクがねとっても楽ちんっていうのがあります。スックのアイシャドウはそれが叶うんですよね。私ね下まぶた結構乗りづらかったりするから、ちょっとそれをね私自分の下まぶたをね指標にしてるんだけど、自分の下まぶたに乗りやすいっていうことはもう間違いなく、濃すぎるだけでも違うんだよね。なんかすごく密着度とフレキシブルさがあるアイシャドウってことです。はい。そしたらこのちょっと濃いめのカラーを目尻側にのせていって、ちょっとね深みを出します。うん、
なじみやすい。すぐテクニックいらずでなじむじゃん。じゃあこのブラウンをねじり側に、うん、前回のエクセルのアイシャドウをレビューした時にも思ったんだけど、これまたね、なんか濃すぎない締め色って言ったらいいかな、が全てにおいて入ってるなっていう印象ですね。あ、このカラーにしてよかったな。02番使いやすいんじゃないかな、これすごく。なんかさ、スックのアイシャドウの色のセレクションってさ、すごくなんていうの、クラッシーというか、なんて言ったらいいんだろう、品があるって言ったらいいのかな。光り方も、粉質も、あと入ってるラメの感じもすごくね、上品、上品なんだけど引きすぎない感じの色味だから、若い人から結構ね、年が上の方まで楽しめるんじゃないかなと思います。ちょっとね、アイブロウマスカラは色を見てもらいたいからしないでおこうかなと思います。まずは02番の陽光色っていうパレットを使ったアイルックがこちら。うん、すごい使いやすいと思う。大人のオレンジメイク、コッパーメイクが楽しめるんじゃないかなと思います。やっぱこのエトボスのファンデーションあんま合わないな私。はい、それでは次、03番の光グレーメイクしていきます。はい、そしたら同じようにね、アイメイク、アイブロウからしていこうと思います。このマットなカラーでアイブロウを仕上げていきます。これはこのパレットはすごく、うん、ザ・ブラウン・ベージュみたいなルックがしやすいんじゃないかな。いいですね、いいですね、綺麗綺麗。入ってるマットが今まあ2つパレットしか使ってないけど、すべてブレンドしやすくて使いやすい。すごくね、パウダーがフレキシブルです。あ、いいね、簡単にアイブロウ仕上がりますね。ふんわり眉とか本当にこのパレットだけでできるんじゃないかな。そしたら同じ感じでいこうかな。まずはこのハイライトカラーをアイホール全体につけていきます。うん、このチラチラの感じはあんまり変わらないかなっていう印象ですね。そしたら今度はこのマットからベースでいこうかな。ベースで入れてきます。わー、使いやすいから。ちょっとね、黄みが入ったライトブラウンなのですごくね、私好みです。でもね、マスタードまで振り切らない感じで、マスタードまでいっちゃうとちょっとポップすぎるよっていう方にとってもね、使いやすいカラーなんじゃないかな。じゃあ下まぶたにもつけていきます。はい、下まぶたテスト合格。すごいね、マットも使いやすい。この付属のブラシも使いやすいんじゃないでしょうか。おほほほ。そしたらこのカラーはちょっと指でつけていってみようかな。はあ、綺麗。すごい、ちゃんと密着する。やっぱスックすげえな。ドラッグストアのコスメでももちろんね、今品質が高いからさ、全然大丈夫じゃんって思うんだけど、スックはすごい悔しいぐらい高いんだけど、材料費にお金かかってんなっていう風に思うぐらい高品質に感じます。ちょっとね、チップにつけて中央に入れます。そしたら一番この濃いカラーでちょっと締めてきます。うん、多分ね、すごくいいものを使ってると思うんだよ。私ちょっとラボとか仕事したことないからわかんないけど、だって圧倒的に違うもん。スックの場合はあえてこうベーシックに同じような感じで仕上げていきますね。綺麗じゃない？
はい、03番光グレーで仕上げるとこんな感じです。すごい使いやすいね。なんかブラウンのアイシャドウパレットの中でなんかあったようなカラーストーリーだと思うの。なんか見たような感じじゃん。でもその中でも一番ね、あの感動してます。あのすごく洗練されたブラウンのルックができるなと思いますね。すごい綺麗で、締め色もそこまで濃いような焦げ茶ブラウンじゃないんだけれども、ちゃんと綺麗に目元が締まるね。はあ。はい、それでは最後、04番のスミナデシコこちら使ってメイクしていきます。まずは同じくこのマットなカラーをアイブロウブラシにとってアイブロウを描いていきます。あ、かわいい。ピンクなんだけどね、なんだろう、ピーチピンクとも、なんか桃色とも違うんだ。かわいい。くすみピンクではあるんだけど、なんかグレーっぽいくすみ方じゃないから、肌がねすごく綺麗に見えるくすみピンクですね。アイブロウ仕上げてあげてもすごい可愛いと思います。なんだっけ、リニューアルする前のアヤナデシコだったっけ、それもすごく人気だったよね。あれが人気だったから、すごいファンの方々は悲鳴を上げていましたが、なんか期待に応えてくれてるんじゃないでしょうか。すっくめちゃくちゃ綺麗。あのピンクなんだけど、ちゃんとねブラウンの役割もね果たしてくれてる感じがしますね。きひで。はい、そしたら同じようにこのハイライトカラーをアイホール全体につけていきます。うん、なんかちょっとずつこのチラチラの光具合は金とか銀とか、あのまあゴールドとかシルバーっていう風に違いはあるのかもしれないけど、そこまで気づかないレベルかなと思います。なので使いやすいと思います。あとギランギランにもならないので、あのお仕事メイクにもこのトッパーのグリッターとして使いやすいかなと思う。そしたらさっきのこのマットのカラーをアイホール全体にのせてきます。あー、これはねちょっと今までで一番控えめの発色だね。でもね、でも綺麗、でものせやすい。ピンクってあっという間に広がってこう腫れぼったくなってしまうよとかっていう方いらっしゃると思うんだよね。なのでそういう方にも使いやすいようにできているのではないかなと思っています。うん、すごい使いやすいぞ。付属のブラシにとって下まぶた、うん、これも使いやすい。なんかね、自ら自分アイシャドウ自らブレンドしに来てくれる感じがしますね。全然テクニックレスです。今結構あの急いでバババって仕上げてしまってるんだけど、それが伝わるんじゃないかなと思います。じゃあ、どうしようかな、手でいってみようかな。このおそらくメインカラーを指で仕上げてきます。はあ、あ、なんかちょっとこのパレットは今までの中で一番発色が控えめな気がします。なんだけどこのピンクっていうトリッキーなカラーを扱う上ではとってもね適切っていうかユーザーフレンドリーな発色な気がします。私の気のせいでなければ。なんかさ、ピンクってやっぱり一気にさ毛ばくもなりやすいカラーなので、この締め色そういう意味では扱いやすいんじゃないかい。朝メイクするときに迷わないと思う。なんかさ、締め色も全然締めていない感じなのにちゃんと仕上がるっていうのがすごいよね。なんだこの上品な感じは。すごいね。どれぐらいかかるんだろうね、このパレットを作るのに時間って。はい、バババッと仕上げてみました。最後04番のスミナデシコです。はい、綺麗。なんかピンクなんだけどさ、めっちゃ綺麗だね。
はい、じゃあちょっとね、この最後の墨なでしこでルックをね完成させていきたいなと思います。ちょっとね眉マスカラ新しいものはないので、エテュセのアイブロウマスカラで仕上げます。墨なでしこのこのマットのカラーでアイブロウ仕上げるとめっちゃ可愛いね。すごい愛らしいピンク感に仕上がるんじゃないかな。駆け足でメイクしたから丁寧ではないんだけど、すごい可愛いと思う。あ、丁寧にメイクしたい。はい、そしたらね、ちょっとアイライン足していきますね。アイライン、これね、キャンメイクのさ、クリーミータッチライナーかな。新しい色が出たの。06番のフォギープラム。フォギーって好きだよね、フォギーってキーワード、今みんな。フォギーがテーマかな。こんな感じ。はい、繰り出しタイプは変わらないね。アクセントに引いてきます。あ、結構プラムだね。キャンメイクのさ、クイックラッシュカラーのワインモーブか、こういうプラムっぽいカラー出たじゃない、去年。あれがそのままアイライナーになった感じと言ったらいいかな。すごく引き続き描きやすいしいいですね。あの、このあやなでしことすごい相性いいんじゃないでしょうか。で、ちょっとアクセントが足された感じがするよね。そしたらちょっとね、さっきあのルックに合わせてエテュセのリップ塗ってしまってたので、それを取ってこちら新しく出ましたね。オペラのティントオイルルージュの203番っていうカラー、ブラウンフィグっていうカラー出ました。すごい可愛いカラーだと思う。これはもう一つグロスタイプがあるんだけど、マスクをするときはやっぱりこっちのねティントタイプの方がいいかなと思ってこれつけてみます。お、結構びっくりするようなカラーなんだけどね、発色はそこまでないの。面白い、ちゃんとブラウンのカラーが乗る。綺麗、めっちゃ綺麗。この墨なでしこと合うね。ちょっと眉毛が足りない気がするな。ちょっと墨なでしこのこの濃いカラーを眉尻に足してあげると、あ、かわいい、かわいい。はい、仕上がりはこんな感じですって言いたいところなんですけど、あ、チークがないね。チークはちょっと墨田でしこのここら辺をザッといってまって、ほんで、あ、きれいきれい。万能でないこのパレットはい、仕上がりはこんな感じです。はい、いかがだったでしょうか。今日は最近ね PR でいただいたものと自分で購入したものを合わせてこのルック仕上げてみました。 PR でいただいたエトボスの商品なんだけれども、ちょっとねこのクッションファンデーションはね私には合わないなっていう感じがしました。とっても乾燥肌でそこまでね皮脂崩れも気にならないっていう方とか、エドボスみたいなこういうねミネラル志向のコスメとかが好きな方は注目してみたらいいんじゃないかなっていう商品ですね。あとこのペールラベンダーのこのパウダーはすごくいいと思います。ブライトアップしてくれるし透明感出してくれる感じがとってもいいです。そしてスックのアイシャドウパレットたちですね。もうね、私は、まあ、ちょっと予算の都合もあるので、今後ね、本当にね、自分が気に入って使うだろうなっていう風に思うアイシャドウパレットを3つに絞って購入してみたんだけれども、もうどれも良かった。本当にね、甲をつけがたい。多分、あの一色にするんだったらどれですかっていう風な質問いただくんじゃないかなと思ってるんだけど、決めらんないよ。あのどれもいいです。どれも品質としてもいいし、すごくメイクが簡単に
仕上がる。こんだけね、4色どう合わせても間違いないようなカラーが入ってると、朝のねメイクもすごくね時短になるんじゃないかなと思います。特に03番のこの王道ブラウンみたいなカラー、これもすごくいいと思うし、ちょっとオレンジ味を効かせたいっていう方は02番いいと思うし、でこのねピンクの感じが多分ね引き続き人気だと思うんだけれども、04番スミナデシコもとってもなんだろうな、フェミニンな印象って言ったらいいかな、そういう感じが演出できるし、若い方から年齢が高い方、何歳でもね使いやすいようなアイシャドウだと思う。あのね、肌にねすごく密着するし、ブレンドがね簡単にできるように設計されてると思うので、めちゃくちゃおすすめです。結構ね全色レビューされている方がいらっしゃるので、気になる方はねそういう方の装置のレビューとかも見てみてください。めちゃくちゃいいと思います。私はねオンラインで全て購入しました。あとキャンメイクのクリーミータッチライナー、これもねすごくいいから、今日最後にしたこのスックのねスミナデシコとすごくね相性いいと思います。スックのこのパレットはあえて締め色をそこまでガツンと出ないような色設計になっているので、このね同じようなトーンのアイライナーで締めてあげるとちょっと締まるんだけれども、そこまで浮かないっていうような目の締め方ができるので、すごく相性いいですね。で今日スックの次にすごいもう一番というか次に感動したのがこれです。オペラのティントリップのブラウンフィグ、これ確かね限定なので、あの見たらね本当にね買った方がいいと思います。ここで見るとがっつりなんだろうブラウンフィグっていう感じのカラーなんだけど、リップにのせてみるとすごくねシアーでなんかすごく上品です。なかなかこういうようなカラー流行ってるからさつけたいっていう風に思っても、こうなってしまうとケバく見えてしまうよとか、私もそうなんだけど、なんか、ね、口元がうるさく見えるっていうか、なんだろうな、すごく逆に老けて見えちゃうので、これぐらいのねシアー感とっても嬉しいです。めちゃくちゃ気に入ってる。ブラウンがちゃんと効いてるんだよね。はい、ということで今日はねあのスックを使って3ルック作ってみたんだけれども、参考になったら嬉しいなと思います。ちょっとねあのお日様の関係でもうちょっと時間があったら手間暇かけてアイルック作りたいなと思うんだけれども、こんな感じでねあの5分ぐらいでもパパッとメイクができるんだよっていうことも証明できるようなアイルックになったんじゃないかなと思うので、あの日頃ね急いでる時とかもユーザーフレンドリーだよっていうことを分かっていただけたら嬉しいなと思います。今日も最後までご覧いただいてありがとうございます。何かね皆さんのお買い物の参考になったら嬉しいなと思います。はい、この動画良かったなと思ったらグッドボタン、そしてまだねチャンネル登録がされていない方、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。